ネイバーの動画ライブサービス、V ライブがベトナムで初の公式音源チャートを作り、独自の音楽番組を制作すると9日、明らかにした。V ライブはベトナム政府と手を組んで音源チャート、V ハートビートを構築し、これを基盤に独自の音楽番組、V ハートビートライブを制作する予定だ。 また、ベトナムの芸能情報と反流ニュースを写真や動画、テキストなど様々なコンテンツで紹介する、V トゥデイサービスもお披露目する。ネーバ、V ライブは、今回のベトナム事業を通じて、音楽コンテンツの確保の基盤を設けると同時に、君の武力のあるチャートを構築してデータ基盤のミュージックビジネスモデルを発掘するという計画だ。